ら変奏曲なんですが、これは今まで練習したいろんなパターンがたくさんのパターンで出てまいります。特に、全然今回テキストの中になかったパターン、いわゆるラスギアードというのがありますね。これはフラメンコ奏法でよく使うんですが、後半の45ページに出てきます。一小節目から出てきますね。上へ下へとまっすぐ矢印が出てます。これは I の指または、M の指、まあ、あの A の指で弾くこともあるんですが、1本往復するんですが、その前のこの音符ですね、これを早く弾くときには一遍に A、M、I と下から一遍にですね、一番線に向けて弾くわけですね。こういう感じですね。これを覚えてください。そしてあと下にタンボーラっていうのがありますね。タンボーラっていうのはこのギターのちょうどコマのところと弦のところの付け根ですね。このところをこう叩く太鼓のような音がしますね。これをタンボーラ、演奏をよく聞いてどこで叩いてるかを、耳で体でそして覚えてください。そして、一番最初に出てきます、これは最初の、B の音は A、M、I、 このトレモノスタイルでですね弾いて、そして後の音は I の指1本で下ろしてください。 B から E の音までずっと下ろしてください。こういう感じですね。これを注意してそれでは聞いてみていただきましょう。
Thank you.